武器と戦争の世界史、騎馬戦士後編です。前回は、弓矢の改良と遊牧民の侵入について話しました。前編を見てない兄貴姉貴は、そっちを先に見てくれよな。で、弓矢の改良はよくわかったんだけど、これって、遊牧民に限らず、農耕文明社会でも利用できたんじゃないか？その通りです。しかし、農耕文明社会は、多数の農民が、少数の戦士階級を支える仕組みです。これに対して、遊牧民は、社会を構成する大多数の人間が戦士となり得るので、数の上で遊牧民が有利なんです。遊牧民は、もともとは部族ごとにバラバラで生活していましたが、次第に軍隊のように組織化され、数的有利を得ました。数的有利か。おっそうだ。戦士が足りないなら、農民を武装させて戦士にすればいいじゃん。槍みたいな簡単なものなら、大量に製作できるだろ。そんなことしたら、遊牧民を追い払う前に反乱が起きて、国が内部から崩壊しちゃいますよ。それもそうか。遊牧民の略奪も、年貢としての搾取も、大して変わらないもんな。そもそも、素人に槍を持たせたところで、徒歩では遊牧民の汽車には対抗できないと思いますよ。遊牧民の汽車か。そうだ、汽車なら、私の動画コレクションの中にいいのがあるぞ。世界一の弓の使い、旧姓カッシャイラヨシュ。ラヨシュ、マジャル人、つまりハンガリー人の名前ですね。すごいですね、この人。さすがは遊牧民の末裔です。え、ハンガリーって遊牧民の国だったのか。あんまりそんなイメージないな。ちなみに、マスター・ラヨシュは映画俳優ばりのイケオジだぞ。もっと見たい人は、ガッシャイ・ラヨシュって検索するのぜ。それにしても、徒歩では汽車に対抗できないというのが、よくわかる動画でしたね。馬には馬で対抗するしかないってことだよな。農耕文明社会にも騎馬戦士はいるんだろ？もちろんいます。でも、農耕文明社会では、肝心の馬の数に限りがあります。馬は、牛や羊と違って反芻しないので、餌として多くの草を消費しますが、農耕文明社会には十分な草地がありません。足りない分は穀物で養う必要があるので、維持コストが非常に高いんです。一方の遊牧民は、ステップ、つまり草地に住んでいるので、そのような制限はありません。もうこれ、文明社会側は住んでるな。農耕文明社会も諦めてはいません。中東では馬の飼料となる紫馬小屋地の栽培が始まり、馬の維持コストが格段に下がりました。また、馬の品質改良が進み、大型で力の強い軍馬が手に入るようになりました。大型の馬には重装備のまま騎乗することが可能であり、ここに重装騎兵が誕生したんです。これは、紀元前650年頃のアッシリアのレリーフですが、馬にも上着、いわゆるバーディングを着せています。かなり力の強い馬が手に入ったんだな。パッと見、中世の騎士みたいだぞ。紀元前の装備とは思えないぜ。そうですね。唯一の違いは、公式の鞍とあぶみがないことです。どちらもまだ発明されていません。レリーフを見ると、重装弓騎兵もいたんだな。鎌倉武士みたいだぞ。この頃は、まだ重装騎兵の黎明期です。次第に、剣や槍を装備して、集団で突撃するスタイルが主流となっていきます。大型の馬の衝撃力を生かすなら、そっちの方が理にかなってるよな。このような重装騎兵は、ステップの外縁では、遊牧民に対抗できる画期的な機動戦力でした。でも、それだけではなく、重装騎兵の誕生は、戦場に革命をもたらすことになります。戦場に革命？歩兵と騎兵という、特性の異なる複数の兵科が誕生したことで、本格的な戦術が生まれたんです。歩兵は、耐久力、持久力に優れますが、機動力がありません。他方、騎兵は突破力があり、機動力に優れます。なるほど。その二つを、いかに有効に使うかが、勝利の決め手となったわけか。紀元前333年、イッソスの戦いでは、アレクサンドロス大王の騎兵が敵陣中央を突破して決着がつきました。この壁画、世界中の教科書に載ってるだろうから、地球人なら誰もが死ぬ前に最低でも一回は見るよな。
火山の噴火で消滅したポンペイで発掘されたものですが、実はこれ、壁画じゃないんですよ。床に描かれてたものです。え、床だったのか。大王の顔がしっかり残ってるけど、みんな踏まないように気をつけてたんだろうな。紀元前216年、艦内の戦いでは、ハンニバルの騎兵がローマ軍を背後から攻撃し、完全包囲の後に全滅させました。どちらの戦いも、歩兵が持久力を発揮して持ちこたえている間に、騎兵が機動力を発揮することで勝利を得ました。まさに、アート・オブ・ウォーの一言に尽きるな。あれ？ちょっと待てよ。重装騎兵が優秀なのは分かったんだけど、これって、遊牧民も利用することができたんじゃないか？その通りです。重装騎兵のアイデアは、遊牧民にも積極的に取り入れられます。歩兵騎兵という複数兵科は、戦術に革命を起こしましたが、軽装騎兵、重装騎兵の組み合わせもまた、特性の異なる複数兵科といえます。騎射に優れる軽装騎兵と、突撃に優れる重装騎兵の組み合わせは、極めて攻撃的な戦術を生み出しました。紀元前55年、ローマと遊牧民国家、パルティアが激突したカルライの戦いでは、数に勝るローマ軍を、パルティアの軽装騎兵、重装騎兵が破りました。ああ、パルティアンショットの語源になったやつだな。時代はずっと後になりますが、この戦術の最大の成果は、1206年にチンギスカンが創設したモンゴル帝国です。モンゴル軍は、主力の軽装騎兵が、騎射によって敵を弱らせ、相手が崩れたところで、重装騎兵を先頭に突撃するという戦法を好んだそうです。1241年、レグニツァの戦い。続く、モヒの戦いでは、ポーランドとハンガリーの騎士たちが、なすすべなく殺戮されます。どちらの国も、戦士階級の大半が死亡しましたが、皇帝オゴデイの崩御でモンゴル軍が引き返したことで、なんとか助かりました。間一髪、滅亡を免れたのか。重装軽装という騎兵の組み合わせは、それ自体非常に強力ですが、加えて、あらゆる機動戦術を使うことができます。モンゴル帝国の東欧侵攻では、偽装退却や、包囲、迂回、追撃、偵察など、騎兵の機動力を最大限に活用して戦ったそうです。勝てるわけないぞ。やっぱり、騎馬戦士を大量に保有してる遊牧民が、軍事力では圧倒的に有利なんだな。軍事力ではそうでしょうね。でも、いくら盛況無比の遊牧民でも、文明の魔力には勝てませんでした。文明の魔力。騎馬戦士を伴って農耕文明社会に侵入した遊牧民は、支配者となって、ユーラシアの至るところで国家を建設しました。ところが、自らが農耕文明社会に染まってしまうと、次第に弱体化してしまい、支配を延続させることはできなかったんです。勢力を盛り返した現地民族に追い払われるか、どうか吸収され、あるいは、より強力な遊牧民や新興勢力に侵略されてしまいました。この破滅のロンドは、ユーラシアステップという舞台で奏者を変えつつ、驚くべきことに、2000年以上にわたって奏でられました。最初はキーメリア人だったよな。歴史は繰り返す、の一言で片付けるには、あまりに救いがない話だな。火器が発達して、科学の力が、騎馬戦士に対して圧倒的優位に立った時、ようやく幕引きとなりました。2000年間、ユーラシアの運命を左右したのは騎馬戦士だった、と言っても過言ではないと思います。馬と男たちが作った歌方の歴史家。胸熱だな。マスター・ラヨシュの記者は衝撃でしたね。どうしてハンガリーに達人がいるのか不思議だったんだけど、今回やっと理由が分かったぜ。マジャル人は元をたどれば遊牧民ですからね。ハンガリー国歌の歌詞2番は、遊牧民の末裔としての誇りを高らかに歌い上げます。お、国歌に2番があるのか、いいねそれ。8番まであります。通常は1番しか歌わないでしょうけど。そんなにあるのか。ちなみにどんな内容なんだ？ 3 番は、小麦やぶどう、つまり、農耕文化の恵みへの感謝です。え、3番で農耕文化に染まっちゃったら、4番以降で怖いんだが。4番はもちろん、蒙古襲来で、あとは悲惨な内容が続きます。マジか。世界には、いろんな国家があるもんだな。遊牧民の壮絶な歴史が、そのまま国家になってるんですね。それでは今回はこの辺で、チャンネル登録お願いします。ではまた次回。